日本共産党の倉林です今日報告ありました遺骨収集について、DNA 鑑定の実施の状況、ご報告ありましたあの。18柱をご遺族にお渡しできたということ、非常にあのあのわずかな一歩ではありますけれども、前に進んだということを受け止めたいと思いました。でさらに あの身寄りの手がかり情報がないご遺骨についてもですね、対象地域も拡大する等で、周知もして、947件の DNA 鑑定、ご遺族からですね、これを受けたということです。本当に戦後77年になります、しかし、返すことができるこの DNA 鑑定ということで、強化する体制も敷いてもらいました。 これ本当にですね命のある間にご遺族に遺骨を返還するんだという取り組みを本当に強めていただきたいということは、こう,う要望にとどめておきたいと思います。で質問です、あの長引くコロナ禍に加えて、物価高が本当にものすごい勢いで市民生活を襲っております、とりわけ生活困窮者を直撃するっていう状況に。 なっています、まあ、労働組合などがです、ね、全国で取り組んできました、コロナ何でもで電話相談会、これ、2月に1遍ずっと取り組まれてきてるんですね、全国で。それが2月までの合計で、1万2000件を超える相談が寄せられたということなんです。で、この相談のうちですね、無職者の占める割合っていうのが、4割を超えていると。 で職,職があってもですね、月収10万円以下、これ7割だということなんです、これ、深刻だなと思って見たのは、会を重ねるごとにね、所持金ゼロという方が割合増加してるんですね、で今年2月のところで見ますと、所持金ゼロっていう方は4割にも達してるんですよ。非常に、ね、切羽詰まった状況というのが拡大してると いうふうふに受け止めました大臣,につい大臣に認識伺いたい生活困窮、これ、拡大しているというふうに私は受け止めているけれども、いかがですか。後藤厚労大臣 あの新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、今、委員からのご指摘のそういう例もあると思いますし、あの例えば、生活困窮者の新規相談件数や、あの緊急告知資金の特例貸付などの申請件数。 こうしたものはコロナ前と比べて非常に増えておりまして多くの方々が厳しい状況に置かれているものというふうに認識しておりますそして最近の物価高騰はこうした方々への生活にさらなる影響を与えているというふうに考えておりますまあそうした認識だけでいいというご質問ですねはいわかりました政府の対応は省きます古林愛子君 あのコロナによるです、ね、生活困窮支援対策っていうのが、さまざま打たれてまいりました、それ活用しきってね、あがないっていう切実な声が多く寄せられるようになってきてるんですね、で家賃、公共料金、税、社会保険料等、これ、滞納に加えてです、ね、借金もあるという実態がこう増えてきてるんですよ。 で来年一月からですね。実は、このコロナの特例貸付の返済が始まろう、ということになります。これ、さらに困窮者を増大させかねないという心配をしております。共同通信社が調査を行いまして、各社報道しておりました。けれども、すでにですね。現時点でも、自己破産、債務整理という利用者が五千人にも。 上っているということでした。これ困窮者の生活を支えた役割っていうのはあの非常に大きかったというふうに思っているんですけれども、生活再建にはこれつながっていないと。と現場からも指摘があった。私も取り上げて質問したこともありました。これあのもう1月って言ってもね本当に目の前になってきていると思うわけで、返還免除の要件についてはねこれ拡大して。 救うべきだというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか山本社会援護局長。お答え申し上げますあの。緊急小口資金等の特例貸付の償還免除要件につきましては、まあ、一昨年の特例貸付開始時において、償、えー、還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯としていたところでございます。 であの償還免除を判定における確認要件は、仮抜け人および世帯主に限ることとしております。これ、あの一般的に世帯主全員が非課税であることをもって、住民税非課税世帯と取り扱っておりますけれども、あの今回の償還免除の基準におきましては、より穏やかな要件を取っているところでございます。さらに償還免除の対象とならないケースであっても、生活困窮者自立支援制度における自立相談支援、 それから家計改善支援を通じた支援を行っていくほか、返済開始後に仮受け人および世帯主が住民税非課税となった場合は、残債を一括して免除することとしておりますし、また、死亡や失踪,失踪宣告、生活保護の受給、重度障害者の認定、自己破産等の一定の要件を満たす場合には、残債の全部または一部を免除できることとしております。あのこうしたた受け人の状況を踏まえた きめ細かな措置を講じることで、生活再建を支援していきたいと考えております黒林亜子君あの。いろいろね、これまでになくあの要件も緩く見てです、ね、返済、えー、免除が適用できるようにしてもらってるということをよく知ってるんですけれども、もう出てきた数字っていうのが、状況でいうと、5000人がすでに自己破産債務整理ということになってるっていう状況は深刻だと思うんですね。で あの返済の要否の通知っていうことが、まもなく届くというふうに伺っております。で、それが届いて、届いたときにね、あこれは解散なんていうことで、さらに困窮に追いやってしまうっていうことがあってはならんと思うんです。そういう今ある返済免除の要件についても、よく知らせると、よく知らせるということと併せてあの、さらなる拡大が。 待ったなしなんだということを申し上げておきたいと思いますで、えー、次は、ね、児,童児童扶養手当子どもの問題ですコロナの第六波に、えー、物価高が重なりまして困窮の度合いを増しているということで見ますと一人親世帯、えー、あるわけですでシングルマザーズフォーラムが今年3月に調査を行いましたそれ見ますとですね 第6波の影響で、年末から2月にかけて、働けずに減収になった、6割に上りました、これ、非正規で見ますとね、7割になってるんですよ、ほかの調査もしてます、そうしますとね、主職、買えなかったことがあった、時々あった、これがね、5割弱。で 肉、魚でいうとね、7割の家庭にもなるんですよ。私、本当にこれ、月月月年末から2月までの状況を聞いてるんですけれど、3月の調査なんですね、どんな時期かっていうと、4月の入学、進学を控えてるわけですね。で、準備用品に10万、15万、高校生の制服だけでも相当な額になるという実態あります。こういうい時期とね重なって コロナの第6波だったもんですから、もう逼迫度がね、より増してるわけです。で、あの、補正がね、そういうことで組まれるということになりました。子どものところも予算組まれるようです。ところがね、中身見てみるとですよ、低所得、低所得の世帯対象で、児童1人当たり5万円1回きりということなんですよ。足らんのですよ。 児童手当そのものをね、拡充してほしい、中学校卒業までのところはね、18歳までしてほしいと、これ、児童手当の要望ですから、そういう声出てるということを紹介した上でですね、児童扶養手当ですよ、これね、所得制限の緩和、支給額の引き上げ、で切実に出てるのが、これあの、もともとあの年間3回に分割してたのを、格付きしてもうたんです。ところが、ね 4月はね、児童手当も児童扶養手当もない月になっちゃってるんですよ。やっぱり、各付にしてもらって、いやしてほしいと、そういう切実な声が上がっております、ぜひ答えてほしい、いかがでしょうか。後藤厚労大臣 あの児童扶養手当は、離婚による一人親世帯と、父または母と性教を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与することを目的として支給しております。で児童扶養手当につきましては、これまで多子化産額の倍増、全部支給の所得制限限度額の引き上げ、支払い回数の年3回から年6回の見直し、 1> 一1人親の障害年金受給者についての、平給調整方法の見直しなど、累次の改善を実施してきております。でさらなる拡充については、ひと人親家庭にのみ着目した制度の趣旨、目的、安定財源の確保といった課題がありまして、 また支払い回数のさらなる増については、自治体等における自慢負担の程度といった観点も含めて、検討が必要であると考えております君いや、物価高が、ね、ひどいことになって、生活困窮の認識についても示されました、子どもにね、主食、魚、肉、十分食べさせてあげられないといこの現状ですよ。 これまでに累次改善してきたということで、あの答えてもらったんだけど、いまいま食べさせてあげられないような状況について、五万では足らんって言ってるんですよ。で、4月は何もないので、そこ、手当がいるんじゃないのと、そこ聞いたんですけどね <laughs> 後藤厚労大臣あの、まああの。先に私が言おうとしたことをおっしゃったあかもしれませんが。 まああの物価高騰に対しては、そういう趣旨であったので、低所得の子育て家庭に対しては、2人親家庭も含めて、臨時的な給付金で支援を行う,した行うこととしたわけでありまして、今の現状について、何らかの手当を講じていかなければならないということについては。 政府としても同じ気持ちでそうした対応をいたしました、まあ、可能な限り早急に低所得の子育て家庭に対する措置を各家庭にお届けをしてまいりたいというふうに思っております倉林明子君あの届いてこそ気持ちも共有できると 思いますので本当、今今の物価高の先が見えない、物価、どこで止まるかっていうのは見えないような状況で、食料品や生活必需品のところが逼迫してきてますので、とりわけその具体的な補正を、補正だけでは足らないという現状も踏まえた、緊急な対策が求められているということは申し上げておきたいと思います。で次はね、高齢者です。これ低年金ですよね コロナ、物価高、三重苦です。であの、就業者に占める65歳以上の割合っていうのは、17年連続で、17年連続で増加してます。ものすごい日本はね、は働く高齢者が多いんですよ。2020年に900万人を超えると。全就業者の13.6%のが高齢者で、これはね、 あの主要国でもトップクラスだということです。日本で働き続ける高齢者が何でこんなに多いのか。いかがですか。後藤厚労大臣。あの今委員が御指摘になった通りで。 令和3年における65歳から69歳までの就業率は50、50%を超える水準となっております。で、65歳から69歳までの、まあ、就業理由につきまして、令和元年の独立行政法人労働政策研究研修機構、GPT が調査したところによると、まあ、経済上の理由との回答が、複数回答ではあるものの、約7割を占め、最多となっておりますけれども、経済上の理由との回答 経済上の理由だけではなく、まあ、生きがい、社会参加のためや、健康上の理由、時間に余裕があるからなどを挙げたものも多く見られまして、さまざまな理由があるというふうには思っております倉林明子君。年金だけでは暮らせないっていう、そういう高齢者が多いからなんですよ、いろんな理由もあるだろうけども、食べれないから稼ぐしかないと、こういう実態あるわけです。 そこにね食料品、生活必需品が高騰するということになりました、そういう最中の4月にですよ、なんと年金の引き下げが実施されたわけです。あのね、総理はですよ、3月28日の決算委員会で、年金減額の仕組みを尊重しなければならないという答弁しながらも、重層的に講じているコロナ対策の中で、恩恵を受けていない方がおられないかどうかを、え、ー 考えた上でさらなる対策が必要なのかどうか考えていくと、こういう答弁すらっているんですね。恩恵受けられないどころかですよ、年金の減額っていうのはね、高齢者の生活の土台を掘り崩すんです。私はね、直ちにこの減額っていうのは、物価高対策としてもやめるべきだと思います、どうですか。後藤厚労大臣あの令和年年度の年金額改定率は あのご承知ご指摘のとおり、えー、マイナス0.4%となっておりますで、これについては、年金額の改定ルールに基づきまして、前年の物価等がマイナスとなったことを反映している数字でございます。で公的年金制度については、まあ、将来世代の負担が過重なものとなることを避けつつ、長期的な給付と負担のバランスを確保する仕組みとしておりまして、 この仕組みの下で、年金を支給していくことが重要であるというふうに考えております。またあの、総理が全体としての対策の中で、えー、いろいろな方に目配りができているかどうかは、そこはきちんとチェックするということで、経済対策と目配りを聞かせて対応をしているところでございます倉林歳子君。あの えー、女性が、えー、兄弟で暮らしてると、ずーっと働き続けてきたというところがね、もういよいよ体壊した、仕事できなくなっちゃったっていうお話も聞かせていただいたんですけどね、働き続けないとね、暮らせないと、こういう年金制度でいいのかということも正面から問われてるし、今暮らせない高齢者をどうするのかということが、緊急対策として求められてるんだということを申し上げたい。 で最後にね、生活保護の問題なんですよ。最後の取り出となるのが生活保護だと、これはどうなってるかということです。生活保護基準、2013年に6.5%減額、2018年から3年かけて10%の減額決めて、母子加算も20%の減額になりました。しかし、昨年と比べて、灯油代は3割増し、電気代、光熱水費も2割前後高騰、 生鮮食料品は1割増し、ところが生活保護基準の切り下げの影響で、もう実態的にはね、本当にあの困窮状況が増しております。部下高とを反映した保護基準への見直し、これ、本当に必要だと思います、どうですか後藤厚労大臣。あの生活扶助基準につきましては、 あの保障すべき最低生活の水準を、一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定するという考え方から、あの国民の消費動向や社会経済情勢などを総合的に勘案して、必要に応じて改定を行うことといたしております。 また生活扶助基準と一般所得世帯の低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られるよう5年に1度の頻度で定期的な検証も行っております。で一般的に物価は 価格の動向のみを示すもので、必ずしも消費支出の動向を示すものではなく、また毎月ある程度変動があるものであることから、その動向によって、まあ、生活扶助基,基準額を見直すことについては、えー、物価で見るということについて、 まあ慎重にまた検討すするる必要もあると考えておりますで今後とも生活浮上基準の改定の必要性については、一般国民の消費の動向や社会経済情勢の変化等を総合的に勘案して判断することが重要でありまして、まあ、引き続き、物価上昇に伴う一般国民の消費の動向の変化等を注視してまいりたいと思います。倉林君今は、ね、かつてない 急激な物価上昇が生活保護世帯も含めて、深刻な困窮事態を急速に悪化させてるんですよ、それに見合った手立てがいるということを私は強調したい、こんなときにですね、今、生活保護の地域区分の見直しということで進んでおりますけれども、実質的な保護費の引き下げにつながるようなことはあってはならないと申し上げたい、さらに平成29年の部会報告書ではですね、 一般低所得世帯との均衡のみで、生活保護基準の水準を捉えていると、比較する消費水準が低下すると、絶対的な水準を割ってしまうと、こういう懸念があることからも、これ以上下回ってはならないという水準の設定について考える必要があると、大事な指摘だと思うんです、今こそ検討すべきだと、求めて終わります本日の調査はこの程度にとどめ、これにて参加いたします。